皆さん、こんにちは。私のニックネームは明るい微笑みです。私は光の生命の木で4年ぐらい勉強しました。光の生命の木からは、見えない天の実体と大宇宙の構造、人間の体に対する生命の真理について、そして天の働き方などを勉強しました。激変の前にして、実験上昇を目前にして、腕かチーム長が書いた文を日本の方々のために日本語で伝えることができて本当に嬉しいです。日本語は上手ではありませんが、心を込めて私は皆さんに大宇宙の構造に関するテーマで、腕かチーム長が書いた文を毎週紹介したいと思います。今日は天の心です。天の心。天は誰の天でもありません。天は誰かのための天ではありません。天は私たちみんなの天です。天は天の頭に乗せて生きていくみんなの天であり、すべての生命体にとって公平無私な天です。腕かチーム上だけのための天はありません。光の生命の木のための天は、天のどこにも存在しません。自分の現在の意識水準で、自分の宇宙的身分に合った水準で、自分の宗教的信仰と意識の水準で、それぞれの点が正しいと信じているだけです。天は天の信じる人々だけのために存在しません。天の存在を信じない人々のためにも天は存在するからです。天の心を得る者のためだけに天は存在しません。天の心と共鳴をした、天の心と共鳴ができなかった、天は同じ理由と同じ方式で、天はすべての生命体とすべての霊魂に公平無私に接するだけです。天の心を得るためにあまり努力しないでください。自分が信じていて、自分が知っている点だけが真実だと言わないでください。天は人の数ほど多様で、天は人の意識水準ほど非常に多様な相違を持っているからです。天の心を得るために、人間の心に傷つけないでください。天の心を得た後、他人の意見を無視しないでください。天があなたと一緒にしたら信じますか？天があなたと一緒にすると、本当に信じているなら、あなたが悪い人だと思っており、あなたが憎悪して軽蔑する人にも、彼らが信じる天を同じく尊重してください。天は誰の味方も誰のものでもないことを、あなたが頭も理解して、あなたが心から理解していたら、私と違う天の話をする人たちを尊重してください。私と違う天を信じて行動する人々をありのまま尊重してください。天はみんなに公平無私に存在するだけです。悪人も悪人ほどの天の持ち分があり、善人も善人ほどの天の持ち分があるだけです。人間はみんな同じような持ち分の天があるだけです。生命体はみんな同じくらいの天の持ち分があるだけです。天があなたの味方だと、天が永遠にあなたの味方だと思わないでください。天の機運が巡行するように、
地の気温が巡行しているだけです。自分の現在の意識レベルで、自分の霊魂の進化レベルで、自分の宇宙的身分のレベルで、すべて一人一人に許されただけの天の天だと信じて生きていくだけです。天の心を得るためにあまり努力しないでください。私たちはすべて自分の霊魂の進化で、自分が分かっていく点だけを分かっていくように、そのように初めから予定されています。天の心を得るためにあまり努力しないでください。生命の中に天の心があり、人間の心にも天の心が偏在しています。天の心を得て人間の心を得ようとあまり努力しないでください。人間の心を得て天の心を得ようとあまり努力しないでください。天自ら定めたその道が天の心だからです。天の心を得ようとあまり努力しないでください。天が働き方を理解して、天の働く公平無私なやり方を理解し、天自ら定めたその道に大宇宙の法則があり、創造主の意識があります。天自ら定めたその道、これが天の心であり、大宇宙の法則であり、大宇宙の秩序です。天自ら定めたその道は、すべての生命体に刻印されており、すべての霊魂に刻印されています。あなたが今この瞬間、地球惑星で霊魂の物質体系を知っている理由も、やはりあなたの霊魂はその答えを知っています。天の心はあなたの霊魂の進化レベルで知るべきだけ知っています。すべての生命体は天の心を得ているから、生命体として生きており、生命体の享楽を享受しています。あなたの霊魂に約束した時間だけ、天の心は天の約束で守るべきものです。天の使えて生きているすべての生命体は、天の心を持って生きている大切な存在です。天の心が生命の中に広がっていることを見ます。生命体の喜びの中に、生命体の享楽の中に、生命体の苦痛と痛みの中に、天の心がいつも一緒にしています。2018年3月11日、腕か。